北海道札幌市南区にある自衛隊側沿い宿舎感舎とは国や地方自治体が建てた公務員のための宿舎、校舎とも言う公務員住宅。運営は大半が官営であるが民営感舎も一部にある。自治体運営のものは地方公務員用の住居。国営のものは国家公務員用の住居。なお国家公務員宿舎は全国に 約20.4万個設置されている。現在の日本の法令では、感謝の語は使用されておらず、国家公務員向けの感謝については、国家公務員宿舎法第2条で宿舎と定義されている。財務省所管の公務員宿舎で、財務大臣が設置要求をして設置する。原則として都市部に設置されることが多く、地元の各財務局、または 財務事務所が管理、運営を行っている。集中化、構想化が進んでおり、現在は一棟100戸を超えるマンションタイプの宿舎が設置されることも珍しくはない。比較的規模が大きいため、外部委託で管理人が常駐しているところが多い。都心部の格安宿舎として、マスコミが紹介するのは、この合同宿舎である。各省庁所管の公務員宿舎で、 各省庁の庁が財務大臣に対して設置要求をするよう要求して設置する。東京23区外の郊外及び地方合同庁舎がある地方都市に設置されることが多く、各省庁の地方部局が管理、運営を行っている。各省庁で特定の地域の必要な個数を設置することになるため、合同宿舎のように大規模な設置はまずない。 現在は一戸建ての公務員宿舎は一部の例外を除いて新規設置が認められないため宿舎を必要とする複数の省庁間で小中規模なマンションタイプが設置されている。気象庁では地震津波監視課がたとえ深夜であっても大地震発生の場合は会見をしなければならないため本庁に徒歩で30分以内に出勤できる範囲に専用の課長官舎を持つ。 自衛官は、訓令により、居住場所が定められており、駐屯地や、基地内の A 社で生活する。既婚者など、一定の条件を満たせば自衛官向けの感謝で生活することもできる。感謝に、空きがない等のため民間のアパートなどを借りる場合は、家賃補助が受けられる。47都道府県知事の住まいの内訳は、知事公社が23道県で、西日本に多く、 自宅が東京、大阪など15都府県、県幹部職員の校舎を利用が5府県、民間マンションの一室を借り上げが4県だった。都道府県議会では、新潟県で2021年度中に議長校舎が廃止されることになり、宮崎県が議長校舎を保有する唯一の都道府県となった。旧国鉄は、駅業務の場合において、宿泊勤務を伴うので、 駅の傍らに置かれていた。現在では、窓口業務を早朝、深夜は行わない日勤で営業する駅が増えたり、信号操作は本社、または死者指令からの遠隔操作により、各駅において信号操作の要因を置く必要がなくなったため、社宅を駅房に置くことは見られなくなっている。機関区を持つ駅になると、職員の数は必然的に多くなり、 感謝に住む家族も含めると小さな団地を形成することもあった。そのような感謝には物資部による商店も存在した。炭鉱住宅や工業地帯にある社宅の購買所、供給所のようなものである。国鉄の名残で JR 各社が従業員に提供する住宅も宿舎と呼ばれている。ありがとうございます。